父も母も竹作家でしたし、自分自身にとって竹を扱うことが一番自然で、竹が一つの自分であるというような、そういう素材ですね。一本たりとも同じものがないので、やっぱ自然の素材とこう寄り添っていかないといけないので、そういうところが難しくもあり、とても面白いところですね。やっぱりこう展覧会が終わるとすごく大量のこうゴミが出たりとか、資源の無駄遣いをしている部分があるんじゃないかっていう、すごく葛藤がある時期がありまして、展覧会が終わるとほどいて、その素材を次の場所に持って行って、違う作品を作るっていう、一回インスタレーションを作ってしまうと1割ぐらいは使えなくなってしまうんですけども、またそこで新しい竹を足して、そうするとこう常に循環していく、人間の細胞と一緒で、古いものはなくなっていって、新しいものが生み出されて、常にその同じ状態で、こう回っていくっていう、そういうコンセプトで今作っています。ちょうど、京都グラフィーの方からもそういう復興とか震災に関する作品依頼をしていただいて、竹っていうのは障害があると曲がって節を作って曲がってって、こう非常に生命力が強いんですね。地震があってもこう揺らがない。昔はこう地震があると竹やぶに逃げなさいとかっていう脅威からも根を張るっていうことで立ち向かえるっていう、自然のそういう竹っていう性質そのものが今のこの時代を乗り越えれるヒントになるんじゃないかなとか、この自然の持つ摂理というか強さとか、何がこう生き残っていけるのかとかですね、そういう自然からとか竹から学べることって私たちってたくさんあると思うんですね。ロエベ